やっとプロのテストを受けるチャンスが来たんですよ。相手は高校生、僕当時21歳ぐらい、30分3本って言われてたんです、監督に。で、開始10分ぐらいで怖くなっちゃったんですよ、高校生にボール奪われる俺ってどうなのみたいな。でも30分3本あるって言われてたから、残りの2本頑張ればまだチャンスあると思ったんで、このままじゃいけないから、残り20分はなんとなく過ごそうと、残り20分でなんとかしようとしないで、もう1回あるだろうと。でもそんな未来があるって本当に誰が決めたって話で。